おはようございます。おはようございます。アベクラーメン、はい、普通に作ってもつまらないということで、あんかけ、あんかけやっぱりね、九州といえば皿うどんですよ。皿うどん微妙に違う気がするけど美味しそうだ、うん、おー、こういうアベクラーメンいいね、うん、よし、今日も食べて元気にいきましょう。はい、いただきましょう。おいおいしい。おはようございます。これあれだね、アベクラーメンってやっぱ九州の方の麺なのか、しっかりしてるからさ、茹でてもしっかりしてるから、うん、すごいあんかけとすごいよく合う。美味しいよね。うん、柔らかい、長崎の片焼きそばの柔らかい焼きそば、うん、美味しい。これこれで食べるとさ、すごい食事って感じがするよね、うん、アベクラーメンだとうちはおやつって感じがするけど、よく思いついたね。うん、美味しい。いや、合うんじゃないかなと思って。長崎